はい、これから、札幌に向かいます。ジープが今日、ディーラーに、まあ、入院っていうか、ちょっとカスタムするのに、行きます。で、何をするかというと、このバンパーですね。このバンパーを、ルビコンバンパーに取り替えるという、大きなカスタムを、するわけです。これね、これはこれでね、いいなとは思うんですけども、ジェプセンさんの何かこう、道具を使ってここをね外して裏に入れてっていう方法も考えたんですけども、たまたまですね、アマゾンか楽天か、まあ見た時にジェプセンさんって、まあ、ちょうどこれが品が切れてるというような状態で、もしこれが品切れてなかったらそれポチってしてたと思うんですよね。だからバンパー取り替えるまではいかなかったんで、でもまあ思い切って、まあいろんな方のユーチューバーさんの、動画を見て、ちょっとやってみたいなと思いました。で、まあいろいろと、カスタムを、継続して進めてますけどもね、今度あのバンパーとあと上のこのここですね、ここに、アルミ製の、ルーフキャリアキャリアをつける予定です。もうディーラーには届いているということで、ですから今日入院しまして、治療をしてそして30日かなに出来上がってくるという形になりますね。で、出来上がってきたらまたね、ちょっと、ご紹介したいというふうに思いますが、で、あとバンパー、これもリアバンパーもまあ今月来月あたりには取り替える予定です。あとマフラーですね。マフラー、このマフラーを、取り替える予定。4本出しの四角いマフラーになります。ということで、これからディーラーに向けて出発したいと思います。それではまた皆さん、後ほど。はい、こんばんは。なおチャンネルのなおさんです。ということでですね、まあ残念で、まあ帰ってきたわけです。ね。まあディーラーに届いてないんだから、もうどうしようもないもんね。で、まあバンパー、もう結構前の話だったんですよ。もう届いて、で、ルーフキャリアも、1週間前に発送しました。っていうあれだったんですけども、先週の木曜日かな発送しました。だからもう一週間も経ったらついてるだろうと思って、28日ね、まあ今日、そのまんま、行ったわけです。そしたらもう札幌に入って、まあ、小金湯桜公園っていうところで休憩してたんですけども、その時に電話かかってきましてね。それで、いや、まだ届いてないんです。だから、どうしましょう。どうしましょうって言ったって、届いてないものしょうがないもんね。何回も言うようだけど。だから、まあ、諦めて帰ってたわけです。まあ、たまたま僕は、札幌に今日は仕事があったので、まあ、仕事のついでに、まあ、ディーラーに車を置いて、そして、まあ、3日ぐらいかかるっていうから、3日後に、まあ、今度の土曜日になるのかな？土曜日に、問いに行くと。で、台車で帰ってくるという、まあ、寸法だったわけです。それが、残念ながら、まあ、そういうことになったんです。ね。まあ、今日はこれで、まあ、ちょっと、
これだけだけどアップしようかなと思っています。でもですね、今日帰ってきましたでしょ。帰ってきたらアクセサリーがまた届いてたんです。で、次回明日か明後日ぐらいにアップしようかなと思いますけども、アクセサリーをもう今日中にもう取り付けたんですね。せっかくだからね、つけちゃおうって言って、でそのアクセサリーを、アクセサリーカスタムね、をつけたので、次回の動画はそれを皆さんにちょっとご紹介したいと思いますね。まあね、あの待ちに待ったっていうかね、うん、まあドレスアップですね、ドレスアップね。まあほどほどにしないとなんかあのくどくなってしまうんだけど、でも僕はやっぱちょっと保護したいなっていう部分も含めて、車体をね、車を保護したいなっていうことも含めて、ちょっとドレスアップっていうかアクセサリーっていうかね、外観です、外観のアマゾンでね届いてたのでね、それをやりたいと思います。ウェザーなんとかっていうリアのね、あれも注文して、もうそろそろ届くと思いますんで、それも別枠でね、動画を撮りたいなというふうに思ってますのでね、まあちょっとまあちょっと残念動画です、今日はね。残念動画で大変申し訳ないんですけども、結果を出さずにね、ということでこの辺で、終わりたいなというふうに思います。今日はね、はい、皆さん広告期待ね。次もう撮ってますからね、ね、もう一緒にアップすればなんか長くなっちゃうからね、だから今日はこの辺、これでちょっと終わりたいというふうに思いますので、どうぞ、次回を楽しみにしてください。はい、それでは皆さんこの辺でバイ、ならバイピー